はい、どうもゴルフィング4です。トモです。ヨウです。はい、今回は2021年モデル、キャロウェイのエピックでしたね。打っていきたいと思います。3機種出ました。エピックマックス、エピックスピード、エピックマックス LS ですね。うん、マックスは前作 あのマーベリックのマックスと一緒。で、エピックのスピードが前作のマーベリックのノーマルのやつ。うん、で、エビックマックス LS が前作のサブゼロに当たるモデルとなりますね。この LS はね、あの限定というかセレクトショップのやつなので、うん、あの今回行ったところではね、なかったですね、うん、ドライバー自体が、うん、だからマックスとスピードはありましたね、僕らが行ったところではね。4つの柱じゃなくてフレームでしたね。うん、まあ、これのおかげで縦方向じゃなく、横方向も、エネルギーロスを軽減できるということですね。そしてまた AI のフラッシュフェイス2021年バージョンみたいな感じで、うん、でサイクロンヘッドシェイプ、まあ、空力意識した少しハイバックになってる感じで設計されてるのが、まあ、これサイクロンの方はスピードのモデルだけだかな。まあ、だけど他のやつもね、あのなんかこの背びれじゃないわ。そうだね、うん、すごくエピックスピード、前作のねマーベリックと違ってこのハイバックのお尻の部分が急にヒュッて上がらないでね、うんうん、少し落ちた感じで頂点がね、うん、あるので、僕は前作はすごい構えにくかったんだけど、今回も普通に、クラウンもね本当シンプルなのでね、すっきりしましたね、うん、なんか、まあ、ソールのねデザインも、まあ、さっきも言ったこの、サイクロンヘッドシェイプでなんかこう空力なのかなんかそこに沿ってなんかつけてるけど、では打っている動画を見てもらいましょうか。はい、はい、どうぞ。
ちの方が全然いいね。2人ともめちゃくちゃ良かったですよ、うん、弾見てて打感いいですね。もうまあうちも1個前のフラッシュサブゼロ持ってるけど、あのフラッシュサブゼロで不満だった打感と音がもう全然違うね、改善されてるね。そう、マーベリックともやっぱちょっと違うし、マーベリックちょっと僕の中では伝わってきてない感じがして、弾いてるわけでもないんだけど、なんかこうね、柔らかいと言われれば柔らかいんだけども、なんか自分が叩いた分だけ初速にこうバンって出てる感じがしなかったから、今回のやつはすごく良かったなと思いますね。だから音もね、まああと、数値的に言うと、まあ、僕のデータがちょっとね、アウトドアの設定であまり測れてないんだけれども、スピンは、まあ、10.5 度なんで、まあ、ちょっと多めかな、2800ぐらい入ると思うんだけど、意外と球ずっと捕まってたんで、あ、多分9度とかならもっと飛ぶんだろうなっていう、もっと初速も出たと思うし、結構初速は出てましたね。なので自分の中ではマーヴェリックよりはもう断然こっち、トモも多分そうだろうね、初速が出てたので、ちょっと球高いんだよね、フラッシュ、エピックフラッシュって、なんか全体的に、で音も高いんだよ。だけどこっちちょっと落ち着いた、まあ中段度、まあ、トモはね最近球高くなってきてますから、まあ、スピンは一定なのに、まあ、アッパーの度合いが強いとかもあるかもしれないけど、わりかしちょっとロースピン系で球高めで打ててたので、まあまあいいんじゃないでしょうか。 LS のモデルもありますから、その LS がサブゼロなので、もっとロースピンの可能性があるし、やっぱそれがね、今回行ったショップの方では置いてなかったので、それもまあ打ってみたいなというところですね。そうですね、まだこれでラウンドも計画してるわけだから、そうエピックのこの新作ドライバーでラウンドもする予定です。ということでした。飛ばしましょう。はい、ありがとうございました。